27日チーム E 公演の2分半映像の担当はキョンとマキコのマキョンでした。昼公演ですね。ちなみにはい、今回はお腹すいたな、もう公演終わりだからね、うん、今ねお腹すいてるけど、はい、リアルタイム、ね、2分半映像のこの前振りしなきゃいけないな、うちら前振り。そうですね、わかってるかな。そうですね、やる気あるかな。違う、まあそんな感じなんですよ、はい、ノリが。はい、今日の日本映像は斉藤真彦史上最強に面白いです。だからなんでそうやって自分でハードル上げんの、もう辛いじゃんこれ見てる人。本当に面白いんですよ。でこれだから面白いと思ったら2回後見てください。強制な。はい、だからはい、そういうことです。まあね、そんな感じで、おこれびっくりするほど重い。ではこの後2分半映像どうぞ。キュー、すーちゃん、すーちゃんまだ、ちょっと私いつまでここにいればいいの。すーちゃん、ずっといるんだけどな私。何、いやダメダメって何。いや絶対ダメ、絶対ダメ。無理無理、な誰もの何やろ。ちょっとなんか言われてるから私マイクだけは入れんなって。無理漏れそうやもん。いや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 、無理無理無理、すーちゃんから怒られるから。なになになに、泣いて済むなら私朝が。いやいやいや、ちょっとなんで、ちょっとダメダメダメ、なんで、危ない危ない。いやダメだから、ダメだから、絶対ダメ。マイクだけは絶対ダメね、すーちゃん。ちょっとどっから来るかも。すーちゃんまだ、あのすいません。はい、 I'm 漏れそうです。おいマキコやろ。 No No マキコ。あ、朝ナリさんからメール来た。あ、来た。何回来んねん。マキコやないか、あ下手くそか。あいつ変装もしてくるの。すーちゃんまだ、まだだよね、結構時間かかるね。マイコだよね、マイコだよね、トイレ行きたいんだよね。あれやっぱマイコだよね。じゃあ元マイコ、おおうんうんっつったよね。え、大阪から来た女子大生だね。え、てかダメダメダメ、マイコだけは本当ダメって言われた。絶対マイコだよねこれ。マイコだよね。もっとじたばったしながらやりたいことだけやればいい。やっぱマイコや。